アレッサンドロ・カルボナーレは、イタリアでゼンツァーのデルガルダ出身のクラリネット奏者である。カルボナーレは、5歳からクラリネットをはじめ、1987年に、ベローナ音楽院を主席で卒業。トマス・フリードリ、ブルーノ・リゲティ、バルター・ブイケンスラに支持。その後、パリ、トゥーロン、ジュネーブ、プラハ、ミュンヘンなど、主要な国際コンクールで最優秀賞を受賞し、 若手ソロ奏者として、ヨーロッパを中心に脚光を浴びた。その一方、オーケストラ奏者として、リオン歌劇場還元楽団を経て、イタリア人では、異例のフランス国立管弦楽団主席となり、2003年より、ローマのサンタチェ・チーリア国立アカデミー管弦楽団の主席奏者を務め、現在に至る。これまでに、小沢聖司、リッカルド、ムーティ、シャルル・デュトは、クルトマズは、 エフゲニース・ベトラーノフ、ベルナルト・ハイティンクなどの指揮者と客演している。また、ロンドン、王立音楽大学、ジュリアード音楽院、パリ国立高等音楽院、国立音楽大学など、世界各国の有数な音楽学校の招待講師を務めるほか、ジュネーブ、ミュンヘン、プラハ、北京、デンマークのカール・ニールセン国際音楽コンクール、 フィンランドのクルーセル国際コンクールなど重要な国際コンクールの審査員に招かれている。アレッサンドロ・カルボナーレライブイン、東京、カルボナーレ脅威のビルト王族ラリネット。ありがとうございます。